はい、こんにちは、116インズです。今回はマリナーズの開幕ロースター関連の話をしていきたいんですが、4月1日の開幕戦まであと1週間強というところまで迫ってきましたね。開幕に向けて選手たちの調整も概ね順調に進んでおり、怪我人などもそこまで出ていませんので、チームとしてはほっとしているところでしょうが、やっぱりここで気になるのは開幕ロースターがどうなるのかというところですね。特に外野手はセンターに昨年の新人王であるカイル・ルイスがいて、そしてライトには今季2年ぶりに MLB の舞台に帰ってくるミッチ・ハニガーと、スプリングトレーニングが始まる前からレギュラーの座はほぼほぼ固まっていましたが、依然としてレフトのポジションに誰がつくのかが決まっていません。開幕に向けてもう時間があまりないので、そろそろ決まるかと思っていますが、今回はそんなマリナーズの開幕レフト問題についてちょっと話そうかなと思います。で、まず開幕戦のレフトと聞いておそらく多くの方が気になっていると思うのが、マリナーズのナンバーワンプロスペクトにして球界全体でも外野手のプロスペクトの中でナンバーワンの逸材であるジェレッド・ケレニックが開幕ロースター入りを果たすかどうかという点かと思います。スプリングトレーニングが始まる前にはケビン・マザー元球団社長が地元のロータリークラブとの会合の中で、ケレニックを今季の開幕ロースターから外すことでサービスタイムを操作し FA 取得を遅らせる旨の発言をして批判されたわけですが、実際にチームがどのような判断を下すか決断の時が迫っています。元球団社長の件でマリナーズはあれだけ批判されたわけですから、そうやすやすとケレニックを開幕ロースターから外すという判断を下すのは難しそうだとスプリングトレーニングが始まった当初は個人的に思っていたんですけれども、ただ現状彼の開幕ロースター入りはかなり厳しい状況にあるのかなと思っています。というのもケレニックは3月初旬に左膝の怪我を負いまして、このスプリングトレーニングの間で2週間ほど離脱してしまったんですね。もともとケレニックの怪我は復帰まで3週間から6週間程度要するという見込みで、一時は開幕に間に合わないのではないかとも考えられていましたが、そこから驚異的な回復を見せ2週間でゲームに復帰することはできたんですけれども、それでもこの2週間の離脱は彼の開幕ロースター入りという点においては大きな痛手になったと思います。ここまで15打数5安打ホームランも2本放つなど、内容に関しては上々ですが、怪我の影響で打席にあまり立てていませんので、調整面さらにはチームに開幕ロースター入りを決断させるだけの成績面の説得力という2点において、なかなか今のケレニックが入る可能性は低いのかなとどうしても思ってしまいますね。個人的にはケレニックが開幕戦をメジャーで迎えられることが理想だと思っていましたし、復帰後も怪我の影響を感じさせないプレーを見せていましたので、まあ大丈夫だとは思うんですけれども、怪我の影響で開幕ロースター入りの可能性がほぼ消えてしまったのはちょっと残念ですよね。ではケレニックが開幕ロースターに入らない、開幕戦レフトを守らないとなれば、他の選手が当然レフトにつくわけですけれども、昨年 MLB でプレーした選手たちはどうでしょうか。候補としてはジェイク・フレイリー、それからブレイデン・ビショップあたりがいますが、この2人に関してはここまであまり目立った成績を残すことができず、フレイリーは33打数7安打で打率2割1分2厘、ビショップに至っては16打数3安打で打率1割8分8厘と全くアピールできていない状況です。ビショップは守備の良い選手でバッティングはずっと課題でしたが、この春もその課題を克服することができず、フレイリーについては今後外野のトッププロスペクトたちがどんどん昇格してくるにつれて、彼の立場はどんどん厳しさを増してくるので、今が最大のチャンスなわけですけれども、彼に関してもちょっとチャンスをつかみきれてないなという印象ですね。あとはホセ・マーモレオスという選択肢もあるにはあるんですけれども、基本的に彼はファースト寄りの選手ではありますし、この春もまあ悪くはないんですけれども、目立っているかと言われればそうでもないぐらいのパフォーマンスなので、こちらもちょっと微妙ですよね。じゃあどうするんだよという話になるんですけれども、この春開幕戦レフト争いでひときわ目立っているのがテイラー・トラメルの存在ですね。現地時間22日の時点でトラメルは36打数10安打で打率2割7分8厘 OPS 8割6分6厘とフレイリー・ビショップと比べて数字の面でも、それからプレーの面でも差をつけている印象ですし、またエネルギーあふれるプレーも見せていますので、成績以上にいい印象を残している感じもしますね。ここまでの10安打のうち長打が6本とパワー面でも存在感を発揮できているのもまたいいですよね。個人的にはトランメルはあまりフライを打てるタイプの選手ではないと勝手に思っていたんですけれども、この春は長打が多いというのもそれを裏付けているのでしょうが、いい具合にフライも上げることができていますので、あ、意外とこういうバッティングもできる選手なんだなと感じる部分もありました。マリナーズのジェリー・ディポト GM もトランメルのここまでの活躍には一目置いているようでして、先日この春目立っている存在の選手としてこのトランメルの名前を挙げていたりもしましたので、チームとしても開幕戦レフトのオプションとしてトランメルを考えているのではないかと思いました。
先日挙げたマリナーズのトッププロスペクトを紹介する動画でもこのトラメルについては少し話しましたが、改めてご紹介しますと、昨年の夏にオースティン・ノラのトレードでパドレスから移籍してきた外野手で、現在 MLB.com の球界全体のプロスペクトランキングで100位に位置づけています。今回開幕メジャー入りを目指していますが、2019年に AA で126試合プレーした以外ではそれ以上の回数、AAA ですとか、それから MLB でのプレー経験はまだない選手なんですね。開幕ロースター入りとなれば AA からの飛び級となります。トラメルは特にスピードが非常に魅力的な選手で、2017年にはシングル A で41盗塁を記録。またこのスピードを生かした守備範囲の広さもまた魅力的で、この春も彼のスピードが生きる場面がいくつかあった印象です。ただトラメル肩があまり強くないので、おそらくレフト向きとの声が強いですが、レフトで彼のスピードなら平均以上の守備範囲にはなるんじゃないかと思っております。バッティングに関しては空振りがまだまだ多く、この春も41打席で15三振と荒削りなところも残ってはいるんですけれども、スイングスピードの速さは評価されていて、マリナーズに来てからはアプローチの改善にも取り組んでいるようですので、この春の活躍もそういった改善の成果が多少なりとも結果として現れたのかもしれませんね。身体能力も高い選手ですので、対戦すれば非常にダイナミックな選手になるのではないかと期待されている選手ですね。そんなここまで非常にいい印象を残しているトランメルなんですが、マリナーズとしてもこのトランメルを今試すメリットは多いんじゃないかと思っております。まずトランメルは昨年の12月にルール5ドラフト対策の一環として MLB の40人枠にすでに入っていますので、彼を今年開幕からメジャーで使う上での障壁がほとんどないんですね。これがケレニックとなると、彼はまだ MLB の40人枠に入っていませんので、40人枠がいっぱいのマリナーズは彼を追加するための枠の調整が必要となってきます。ここが今のトラメルとケレニックで決定的に異なっている部分で、かつトラメルに有利に働きそうな部分でもあるかと思っております。そしてもう一つは、ケレニックが昇格してくるとなかなかトラメルを試す余裕がなさそうという点ですね。ケレニックはおそらくこのペースなら4月下旬遅くとも5月終わりまでには MLB に昇格してくると思われますが、センターライトのレギュラーが固まっている中で、さらにここにケレニックが上がってくるとなれば、なかなかそこからトランメルを MLB で試す余裕はさほどないでしょうし、彼の実力が MLB で通用するか否かを見るための打席数も十分に確保できないと思いますので、そういう意味では今トランメルを上げればある程度打席数も与えることができそうですし、ケレニックを上げるタイミングでトランメルを引き続き MLB に残すか、あるいはトリプル A あたりでもう少し経験を積ませるという選択をすればいいので、チームにとってもメリットが多いんじゃないのかなと思いました。トランメルみたいなタイプの選手はリードオフで使いたくなるんですけれども、今季はミッチ・ハニガーをリードオフに据える方針をチームは掲げていますので、トランメルは下位打線でプレッシャーなく伸び伸びとプレーさせられそうという点もまた彼の成長にとってプラスになるのではないかと思っております。ということで、もちろん最後の最後までどうなるかわからないとはいえ、現時点では4月1日の開幕戦のレフトにはトランメルが入る可能性は結構高いんじゃないかと思っております。もし彼が開幕ロースターに入ったとしたら、ケレニックが昇格してくるまでが彼にとっても勝負となりそうですけれども、ケレニックが上がってきてもチームがトランメルを使い続けたいと思うぐらいの活躍にぜひ期待したいですし、チームが贅沢な悩みを抱えることを楽しみにしています。今季は開幕戦からファンを入れて試合を行えそうですから、トラメルのエネルギッシュなプレーでぜひファンを魅了してほしいですね。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。